では準備ができたので彼のプレゼンを聞いてください。はい、まずこのプレゼンを始める前に今回僕が話す話は僕の経験上の話で僕の完全な観点でそれが、絶対に正しいというわけじゃないのでそこだけ踏まえて話を聞いてもらいたいです。暗すぎ、はい、暗すぎ無理でこれしよう、okay、あ、それでいいよ。皆さんは普段どんなメディア、携帯をいじっているときに何を使った情報を得ますか。まあ、こんなもの、硬いものを使う人は多分少なくて、まあ、にちゃんとか、ヤフー知恵袋、それ以外にもやっぱり Facebook、友達の信じるということとか、まあ、見ますよね。Twitter、そういうものを信じると思います。今日はですね、そのみんなとか、全体とかいうことについて話していきたいと思います。その話になる前に、僕がその経験を話しているんですけども、それを遡ること2年前、僕が高校2年生の時ですね。その時、当時僕はすごい最高に楽しんでるはずだったんですけど、なんか失恋的なサムスンのせいで、もう毎日もう12回、何をやるにしても凹んでて、メガチョコやろうだったんですけど、メガチョコ。そこに同じ高校の友達がいて、その当時の僕は井上君、僕がちょっと変なチョコだったよね、それが。かなり変なチョコ。そうなんですよ、かなり変なチョコで、いやもうどうしたらいいんだろう。その時多分1ヶ月、2ヶ月ぐらい闇ついてて、インスタグラムみたいな感じになって、どうしたらいいんだろう。これはまずいな、普段忙しい自分が好きなのに、こんなのやばいなと思って。したら、じゃあビジネス大好きな親にちょっと聞いてみようと思って、なんか面白いイベントとかないかなって聞いた時に、いや、知らないよって言われちゃって、最初なんかどうやったら知れるかな聞いたら、多分とりあえず調べると言われたんですね。そうか、調べてみようと思っていろんなイベントにまず参加してみました。で、その参加した中の一つとしてチャンスがあったんですね。一つそのチャンスっていうのが高校生の起業家講座ですっていう、まあ、僕としてはもう最初は全く何が何だか分かんなくて、NEXT Entrepreneur Summit で NES っていうらしいんですけど、まあ何だろう、意味分かんないなって思って、まあ皆さんも全然分からないと思うので、から説明すると、社会にグッドインパクトを理念に、1月から3月末の3ヶ月にかけて、高校生だけの、まあ要するにビジネスコンテストを、やるんですけども、普通のビジネスコンテストとってある程度ビジネスこれやりたいっていうのを決めてからそこに出して、あそこで評価してもらってブラッシングしてもらってから、じゃあ君にいくら出ようとか、君にじゃあメンターつけようとかっていうのが普通なんですけど、このイベントは最初の1月に集まってもらってから、でそこからチーム編成、何をしようか、何を社会に持ってるのとかっていうことを考えてもらって、最終的に3月の末にプレゼンテーションして、このビジネスをやりたい、だからそお金ください、だから協賛してください、だからこれをやりたいからちょっとプロモーションしてくださいとかっていうイベントです。で、何をするか、その3ヶ月間毎週さまざまな起業家の方とか大企業の社員の方から、起業とは何なの、何について問題意識を持って、何について起業すればいいっていうことを、で最終的にその3月末にプレゼンをした時に一番ミートされたチームには高校生に賞金100万円を渡すっていうイベントとなっています。で、僕はこれを2年間参加して、1年目は参加者として、2年目は運営側として参加しました。そもそも起業する意味って何なんでしょう、かっこ俺の解釈。例えば俺が理想としている社会になるには、今この世にある支配者では現実にできない。例えばこれとか、この人です。ああ、満足したいのになんでできないんだろう、だったら自分で作っちゃえばいいじゃん。これが、まあ、起業する超金を輝きまくった結果だと僕は思っています。まあ、その起業するにあたっていろんなニーズ調査とか、誰が買うんだ、チャンネルは何だ、収益の流れ、コスト構造は何なんだ、これを、リーンキャンバスって言うんですけど、これを埋めたりして、じゃこれをメンター、そのビジネスを作ってくれる人に、見てくれる人に見せたりするんですけど、まあ、それ以前に最初に理念というものを作って、つまりその例としてこの東洋大学の理念を出したんですけど、自分の哲学を持つ、
本質に迫っていくから考えたりしてるかな。主体的に社会の課題に取り組む、これが一番やってるんじゃないかなみたいな。僕としてはね、学生、東洋の学生をちょっと上から目線で見る吉田拓海はこう思います。で、まあこんなことを理念とか、まあ、リンキャンパスとか見せて、結局どういうことだ、どんなビジネスのロールモデルがあるんだっていうのを、まあ、例を出します。旅に行きたい学生がいます。やっぱ皆さん旅行とか行きたいですよね。なんか国内旅行とかやっぱり行きたいなと思いますよね。っていう時にやっぱり高校生、その時当時みんな高校生なんで、やっぱりマニプログラムが絶対にかかってますよね。やっぱり電車賃、宿、その他観光で使うお金。でも高校生って言うて旅に行くこと自体が楽しいじゃないですか。遠くに行く、東京からしたら田舎全部めっちゃ楽しいなって思っちゃうし、なんかとりあえず旅に行きたいけどお金のせいで、ね、泊まれないとか宿がないから行けないとか思うんですよ。じゃあもう一つ、若い人にもっと来てもらって盛り上げたいんだよねっていう地方の宿とかがたくさんあります。なんだろう、それを人数調査するというとまた難しいんですけど、でもみんな同じこと言う。若い人が来てもらった方が絶対に盛り上がるし楽しいし、お客さんもそこでコミュニケーションしてくれたらそれまた盛り上がるし、目玉になるその地域が盛り上がるかもしれない、そう思うんですよ。じゃあここをどうにかしてマッチングしたいと考えたのが、僕の座ってる写真に座ってる金髪のやつなんですけど、あ、じゃあ宿代をタダにしてもらうために宿の仕事を手伝おう。これは実際に薪割りしてるところの写真らしいんですけど、薪割りはしてないんですね。で、これは掃除をしたり、で最終的に盛り上げてほしいってところとして、来てくれた人と話してもらう、おじいちゃんおばあちゃんたちが泊まるような場所に若い人たちが入っていろんな交流を深める。やっぱりそこに若者っていう付加価値をつけたり、そうすることによって宿としてもすごいメリットがある。これがすごくウィンウィンな関係として、彼らこのチームは結局そのビジネスコンテストで優勝しました。この、まあ、ある意味企業としての理念は人との出会いで新たな価値観。まあ、やっぱりこれは当たり前のようで、なんかよく聞くようなフレーズだけど、彼はさっきのプレゼンテーターの方も言ってた通り、人と会うことによってやっぱり新たな価値観というか、めっちゃ楽しい、いろんな人と会った方が絶対楽しいし、今日ここに来てくれた人もほとんどはもしかしたら大体の人は知らない人同士だから、そこで交流ができてもめっちゃ面白いと思うし、そこで会ったらいいなって思います。で、このビジネスコンテストっていうものを通して、僕も人と人っていうのが絶対にもう一回はすごいなって思って、そのビジネスコンテストに来るような学生って意味わかんないぐらいぶっ飛んでるし、何考えてるかよくわかんないですよ。俺なんかより全然ぶっ飛んでるし、なんだろう、彼とかは実際にじゃあ100万円利益出しますとか、他のチームで言えばもう出してきました、だからこのプレゼンテーションやってるんで、だから僕と協賛してください、だから100万円賞金くださいと言ってるチームもあったし、やっぱり意味わかんない。でもそういうやつらと飲みくしゃにされることによって自分がどんどん高まっていく。うわ、めっちゃ楽しい、これがめっちゃ楽しいし、人間誰しも感じることだし、そもそも原始時代の人たちとかは人と触れ合うことくらいしか、でもそれが一番楽しいと思うし、それによって毎日を繰り返したはずなんです。今は SNS とかがあってできないと思うんですけど、最終的に求めてくる場所だと思うんですね。で、結果的に求めてきた結果として今こんなビジネスがいっぱいあります。僕はまあ一概に言うと C2C って言うんですけど、コンシューマーというコンシューマー、要するに個人間がつながれるようなビジネス、まあ個人同士が実際に会って話すのもあるし、個人を通して買うものがあったり、例えばメルカリとか普通に皆さん知っている通り、自分がこれを売りたい、例えばこの USB、 あ、でも使わないな、高校の卒業式でもらったけど全然いらない、じゃあメルカリ出す500円で売る、速攻売れる。この方が例えばヤフオクとか楽天に出すより全然早いし、その方が楽だってみんな分かってる。じゃあ例えば他にもタイムチケットっていうのがすごい面白くて、まあ、その下に私の30分の話なんです。私を喋る、自殺中に喋るから1500円で買ってよっていうビジネスなんですね。とかストリートアカデミーっていうのは、例えば僕がプレゼンが得意、あ、じゃないな、カメラマンの方がいいですね、僕カメラ撮るの得意なんでね、大学の時ずっとやってたし結構少々思ってた、でも職業にできなかった、なんか教えることぐらいができる、だったら俺ここで講座作っちゃおうっていうのを、まあ、その場で塾を作れる会社、あ、まあサービス、例えば僕がカメラが得意、じゃあこの日のここいついつにここに集まってください、
そうすると講座料1500円ですみたいなことがデジタルさ、要するにご新規さんが速攻つながれるようなビジネス、ロールモデル、サービスが今世の中にめっちゃ出てるし、僕も一つ考えたのがあって、そのパワーはないんですけど、ガイドっていうのをマッチングさせる。要するに結局バスガイドの人たちって東京で育ったけども地方長野とか観光ガイドしてますって言って、結局そいつらって地方の魅力とかその人たちと地域の住民の人たちと交流があって知り合いがあるから本当に魅力知ってるのかと思った時に、やっぱその地域に住み分けてる人たちの魅力を知ってるから、じゃあそこの人たちとマッチングするサービスを作ろうかとか思ってました。そういった C2C ビジネスっていうものが、まあ、このからの時代として、まあ、できていくんだろう。でこんな言葉があります。これはデューク大学、アメリカのデューク大学みたいなの研究者の人が言った言葉で、今の子どもたちが大人になるのに 65%、 これはすごいでっかい数字なんですけど、存在していない、今存在していない職業ですかって言って、どういうことみたいな。要するにロボットとか、まあ、電子知能とかが大体の仕事をやってくれると。で工場とかのやつも 3D プリンターとかがどんどん普及していけば速攻できちゃう。新しい製品もパソコンで打って、でそれをポンといっぱい生産してくれると。だから今ある仕事が、なんだろう、もともと会社自体残るかもしれないんですけど、そこに使う人が少なくなるっていうことが考えられるというか、絶対に来ると思います。そんな時代に何ができなきゃいけないか、どんな人たちが求められるのか。でも結局はやっぱり個人なんですよ。やっぱりメディアとかっていうのも信じられないってみんな言うし、 Twitter、Facebook で友達が言ってることの方が信用度絶対に高い。その方が分かりやすいし、あ、こいつが言ってることは正しいなとかって思えるはずだし、そいつらの方が何て言うんだろう、仲いいって普通にその人の言ってることは正しいだろうって思うはずです。普通にその方が普通ナチュラルにそうだと思います。まあそれとして当時を見ていく中として、まあ今の時やもう終わり、まあ、やっぱりその個人を見ようというところで栄養入試、これがどんどん普及しているはずです。僕も栄養入試で入ってきて、結局入試の中でこいつ面白いなと思うの取れないんですよ。勉強がどんなにできても頭カッチンコッチン。例えば東京大学、東京大工大の方の人たちがもし俺よりレベルの低い企業に入ってそれをとか、会社に入った後に東大同じ東大なのになんでお前そんな使えないのみたいなことを東大のやつが言われるようなこともあり得るかもしれない。で例えばインターンシップも結局会社もできるだけ早いうちに新卒だからって全員使えるだろうってわけじゃなくて、いいやつばっかり取りたいからあらかじめ企業に、まあ、半分職業体験で実際に年入れて、だけにいいやつだけメモっておいて、で就職活動の時にあこれ取っとこうみたいな、そういう話だし、これからの時代って何が求められるかっていうと、もう完全に僕の考えです。個人として英語喋れます、何かできます、プラスアルファあると何できる、エンジニアかけます、ワードかけますとか、エクセルできます。それであなた何できるの？留学行ってきました。英語喋れます。プラスアルファ何ができるの？あなたみたいなことを問われてくる時代が間違いなく来ると思っています。そんな時代を、まあこんな時代が来るだろう。一体最後にここにいる、まあ、1年生、2年生、3年生っていうか、社会に出る前の皆さんに、俺もそうなんですけど、俺が何言ってるんだって感じなんですけど、でもまあ人よりはいろんな経験をしてきた僕が最後にみんなに伝えておきたい、皆さんに聞いて覚えて帰ってもらいたいことは、やっぱり一つ興味のあることをちょっと突き詰めてみるか、まあ、いろんなことに逆にじゃあいろんなことに挑戦してみる、今ある状況の中ですごいぬるま湯に使ってるって一瞬思ってみると、他の活動をやってるやつがすごい輝いて見える。そういうのってすごい大事だし、そういう、なんだろう、アンテナを常に張っていった方が、まあ、なんだろう、忙しくなっちゃうんですよね。僕とかも毎日スケジュールがいっぱいいっぱいで、たまに大変になるからバーンってやっちゃいたい時もあるし、まあ、そういう時にクラブとか行っちゃうんですけど、まあ、最後にそういうことですね。なんだろう、一つ極めたいこととか好きなことをやってみるだけでめっちゃ楽しいなって思うし、自分好きなことやってて忙しい自分でだんだん楽しくなってくるし、かっこよく見えるし、そう思っていくようなサイクルができている、まあ、そうあっていくべきだし、
その最終的に 65% になってそういう時代が来るってことに焦りを持ってもいいと思うし、まあ、それが僕が今日伝えたかったこのプレゼンで伝えたかったと思います。あと2000円以上です。